どうもゆうさです。はい、今回はカジノリベンジいきたいと思います。オラクルベリーのカジノに戻ってまいりました。何を持って戻ってきたか、大量の現金でございます。さあお見せしましょう。5万ですよ。5万持ってきてます。全額ぶっ込む2500枚。5万ってもうほらカンストの半分まで貯めてきてますからね。さあ5万まず2500枚で何ができるのかを確認させて、ちょっと忘れてるもんな。もう交換できんじゃん。無理ー。うーわ、たっぼったくりやんけ、こんなもん。ということは金額に換算したらもうえぐいな。金額に換算したらやばいな、これ。5万で2500やから。いや、実際アテナもう無理ってことや。メタルキングの剣とかグリンガムの鞭に関しては、キラーピアスでギリギリっすよね。キラーピアスで20万ってことですからね。いや、ま、沼をね、最終的に沼行きたいんですよ、沼。あそこに沼があるでしょ。だから沼が鎮座しとるんですけど、あそこにはまだ2500枚では無理やね。多分3回かけて300枚しかないから、ちょっと、ここら辺で回していくか。うわ、いかついな、これ。アウルベアに50枚行く？ガメゴンあたりに行くか、50枚行くか。とりあえず50枚いくか。あのね、ポーカーをやりたかったのに、ポーカーがないのよ。とりあえずガメゴン50枚で、まあ、150になるでしょ。それ次、その150かけれると思うから、やめろ！やめろ！貴様、ほんま。あう、ふざけんな、これ、もうほんま。いや、もう、アウルベア勝ちおるんじゃ、これ。嘘やろ、40、そう、大穴やん。そろそろ恥じりますって。何やねん、そろそろ恥じりますって。何言ってんねん。うわぁ、こ、いや、ベホマスラム行ったろかな。いや、もう50、いちいち50しか書けへんねん。俺の顔見て50の人やんか、絶対に。え、ベホマスラム勝つでしょ、これ。だって、ベホマずっと唱えられんねんね。これ、実質、確定勝ちやんか、こんなもん。いや、あかん。攻撃行って。唱えて。いや、攻撃唱えて。あかん。唱えて。あ、怖いもん、ほんま怖いわ。何してんの、ほんま。あかん。唱えて。え、唱えて。モンスターがアホということを想定していなかった。モンスターがアホということを想定していなかった。ナイトウィプスですよね。ナイトウィプス。散々やられたナイトウィプスですよ。いや、一回引いたら、熱いと思うねん。その金額を丸まんま乗せていけるんで。うわ、もう最悪やん。最悪やん。まぬられてもうてるやん。え、こんなことばっかりやな。うわぁ、当たらねえ、マジで。マジで当たらん。いや、もう絶対無理やん。ここはマドルーパー、さっきのマドルーパーにかけるか。爆弾は無理でしょう。あいつ大体攻撃なんかしょるかな。魔物同士やったら多少転がったりしょんのかな。マドルーパー強えね、めっちゃ。うーわ、爆弾はクソガキ。様子見とる。要するに、倒そう。よっしゃ、オッケー。すも。よし。まあ。これで、115枚のコインを獲得。そのまま次の試合、もちろんや。男や、俺は。熱いなぁ。これは熱いなぁ。メラリザードでいこうか。いや、メラやれや。メラをやれや。ラーバキングは眠っている。よし。メラを。いける。うわぁ。よし！うわぁ。よし。よし。
うわ、来た来た来た、368枚。おー、いくいく、男じゃ、俺は。うわー、運ゲー。マジ運ゲー。いや、もう、運ゲーやから、一番オッズ高いやついきますよ。そら、ええやろ。男はエースでしょ、そんなもん。これいったら、一回理覚させて。これいったら、一回理覚させて。これ、もうほんま。よし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 、うわ、悪くない悪くない、すげえ悪くない、いくー、ナイスー、よし、決まったー、決まったー、決まった、すごいぞ、これは奇跡起きてます、奇跡が来た、これ来た、これ、うーわ、どうしよう、1500枚で3万円の価値ですよ。ここでも次突破したら5000枚超えが見えてくんね。あかん、やめられへん、これまずいな。うーわ、どうしよう、 いける気がすんねん、今のこの勢いね、今の勢いね、この熱ね、この熱見とるしね。いや、ちょっと待ってくれや、お前3万の商売きついわ、ものすごくせかすわ、せかすわ、ほら、もうそういうせかすな。いや、だから次の、せめて次の試合のオッズを見てからやりてえな。行く、一角ウサギ、グリーンワーム、ドラキーと。ドラキーはないな。グリーンワームか一角ウサギですよね。もうでも、運ゲーやと思うねんけど。ここ本命で行くか。一角ウサギで。そんな日和るようなことあかんかな。ここでドラキーとか来んのかな。いや、もう全くわからん。でも結構オッズに差があるから。一角ウサギの方が強いのは強いんでしょう。いや、もうここ目も当てられんぞ、負けたら。いや、もうここ、グリーンワームかなって俺思ったんですよ。行く、1582枚、今持ってくれ、見守ってくれ、みんな、力をくれ、グリーンワームに。あかん、集中攻撃して、集中攻撃して、よし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 、よっしゃーれー、よし、来たー来たー、よーし、来た、これ、うーわ、行き止まるわ、どうしよう、もうやめられへんって、これ、いや、もう奇跡しか起きてないのよ。あー、奇跡しか起きてない状況や、これ。4900枚か。うわ、もう完全に2500からスタートしてるから、もう倍っていうか3倍になった、ほぼ。ちょっと今ちょっと目つぶって今考えます。これは勝負です。これも次、もう一回、もう次ラスト、次、あー、もうそんなこと言ったか、そういうこと言ったらもう絶対聞かれたかなと思うね、あの、聞こえたかな、こそこそっとなんかこう、バイキルトみたいなのやれるかもしれん。もうこれがラストにするわ。ラストマッチや。ラストマッチ。いや、行くでしょ。うわー、きついなー。ちょ、待ってくれよー。ホースデビル。グレゴ、もう聞いたことない。リントブルム、突撃兵。なんか、名前的にかっこいいのはホースデビル。
あー、ホースデビルで行くわ。なんか突撃兵も強かったイメージあんねんけど、攻撃力が。あー、悩む。4分の1やもん。きついっすよ。3体の時はまだね、3分の1やから、言ったら、まあまあ言ったらね、4分の1やもん。もう確率低いんやって、その時点で。4分の1のくせにオッズ低いわ。リントブルム行ったろかな。いや、ちょっと待って。降りてこい。ホースデビルかなぁ。ホースデビル !4904 枚ぶちかみ。ちょっとマジで、もうお願い、ほんま。ほらもう、ホースデビルってどれ?こいつやね。強いよ。ホースデビルは。身震いしてるよ。でも食らってない。多分。よし!いけるぞ!あかん!やめろ!あかん!ほんまにあかん!やめろ。今画面押さえてます。あかん!ホースデビル!やれ!だからリントブルムやった。7倍のリントブルム。くそー、だからやめとけって。もう、ああ、もう ブルアップしてるんで、なんと1000枚に。あほちゃん、お前、しょうもないこと言いやがって。こっちはお前、アホ。1万5000からの勝負しとんねんぞ、これは。アホか、お前、ほんま。ええかげ、ちょ、酒くれ。一旦強い酒くれ。え、コイン1000枚かけてんの?いや、もう、こっち1万からの勝負しとんねん、アホ。あかん、もう何も、もう手に、勝負が手につかへん、もうこんなこと。セーブです。多少は、こんなもん興奮できひん、こんなもんで興奮できひん、こんなもん無理や。こんなもん、もう全然もうあかん。いや、もう、全然違うもん。厚めにかけるけどもね。ちょっと厚めにかけて。うわー、どないしょう、ほんま。やってもたー。へこむわー。やってもたー。いや、マジやってもたー、これ。なんでこんなへこまなあかんねん。いや、でもちょっと仕切り直したいわ。めちゃくちゃ熱い勝負やったっすね。ちょっとあれ面白いけど、でもちょおもろいなと思うんすけど、その闘技場2000枚まで全部行こうかな。闘技場おもろいなと思うけど、あれ勝てんわ。あれ無理でしょ。あれ無理やって。これどうやってスタートするんだっけ。絶対無理や、あれ。当てたことも奇跡すぎるから、もう無理や、もう。2、3か3、4。3。だから3か2。3と2ね。3と2。え、本命は1なん?本命1か。3と2ね。3と2。あ、いいやん。嘘やろ。いや、これ、お詫びくんか、来るんかな。お詫びが来るかもしれん。
ちょっと待って、あれ身が、あれあれピンクが。ちょっと、違う違う、お詫びが来るかもしれんかなと思って。まあ、まだ大丈夫、まだ大丈夫。この辺で遅い時が、実は早い時なんですよ。ほらほら、2行ってるでしょ、2行ってるでしょ。2がもし入ったらでかいよ、これ。あ、あ、ちょっと待って、いいんじゃん ?2、2、2、2、2、2、来てる来てる。いや、でも1がおるな。1、2か。1、2で入ったらもう、あ、来た、来た。え?あ、1、2や。600枚か。いや、まあ、でかいな。当たってるし。いや、でもこんなんなんかもう興奮できひん、全然。無理や。いや、無理や、これ。ちょっとスロットでも打つか。ちょっとスロット設定確認していっていいですか。設定確認していこうか。スローでも打つか。7は、1個ずつ。7が多いやつ打ちたいっすね。っていうか、一回100のやつ見に行くわ。そや、それが目的やんか、そもそも。いや、もう切り替えよう。もう闘技場のこと忘れよう。ちょっと、闘技場のこと忘れて、100は、だって103枚、沼ね。沼、これ103枚やから、3回かけたら300ですからね。実際今、2570。で、2570でもう言ったら、8回しか回せない。実際、1回も当たらなかったら。危険極まりないギャンブルですよ。もうちょっと貯めてからコントなぁ。行くわ。7少ねえな。7全然ない。71個しかないやん。これ設定一番高いと思って予想してたんですけどね。うわ、もう全然やな。あ、チェリー。とりあえずチェリー。これ大丈夫?このスロット無理やぞ。スイカを当てろって感じなのかな、現実的には。あ、プラム。いや、無理やぞ。無理やって。あかん、こんなもん、ガチガチ飲まれるわ。ちょ、もう一回だけ。これあかんて。いや、あかん。ほんまにあかん。これはあかん。チェリ。よし。よし。一応リプレイなんで、もう一回行きますけど。いや、もうほんまに、これ綱渡りすぎるわ。スイカ、まあ、一回当たったら楽になりますけどね。ベル。チェリーは来ず。いや、ちょっと待って。一回、やっぱ10のスロットである程度貯めないと多分あかん。と思うねん。多分。ちょっとババどけや、お前。もう、設定を確認すんねん。ゲチェナ止まってたな。お ?7 が2個やね。7、2個っすね。こっちの方が良さそうやな。7、7、7。お、7、7、7、7、7、7。お、化け揃った。ゲチェナ。化けは何にもなしと。はい。7、7バーでも結構化けな、あ、台あるけどね。ここも7は一つやな。さっきの方がいいっすね。そうなると。チェリー。こんなんだってほら、これ沼ぐらいの感じっすよ、雰囲気的に。当たらんで、これ。無理やぞ。カジノもう一個あんのかもしれんな。ポーカーがないのがおかしいんですよね。俺ポーカーやりたいんやけどな。ポーカーやって貯めて、その沼にぶっ込みたいなっていう思いがあるんですけど。ここは、プラムがもう揃ってる。前のやつ、前任者揃えて、悠々と帰ってきやがったな。これもほら、7がないわ。7の数1個ずつなんで、プラムが多い感じ。プラムが揃いやすいのかな?これは。プラムの数が結構多そうに見える。スイカは存在してるけど、まあ、少ないですね。で、沼はスイカが多かったのよ。だから多分スイカがメイン役になるんじゃないかな。で、このスロットはおそらく7、7を狙うスロットですよね。もろにもう7を、7がアピールされてるんで、7狙ってくださいってなもんですよね。これちょっともうちょっと回すか。残り1000枚になるぐらいまで回そうかな。ちょっと様子見ながらですけど。いやー。まあ、でも7点来たら熱いっすよ。下手しいだって2ラインっていうのがありますからね。それで、10枚かけてるから、例えば7が4個重なったらもう1万枚ってことでいいのかな?倍率的には。でかいなぁ。
でもこっちは1万からの勝負を先しとるか、しとる男やからね。7、なかなかやっぱテンパらんな。まあ当然ですよ、7が固まってるんで、7の位置取りが固まってるんで、どうしてもまあ出ないときはもう一切出ないって。スイカスイカ、7、7、7、7、うわ惜しい、来るんちゃう、結構な確率で777が揃ったら、多分1000枚、これ悪くないな。このスロットでまず増やすっていうのは悪くないかもしれない、選択肢としては。うん、まあとりあえず残り1000をめどにやってみようか。でも、もう金貯めなあかん、もうまともじゃなくなった。もうせっかくスライムで一矢報いたんやけど、あれも600やしね、ただの。で、だいぶかけての600ですからね、ほとんど意味はないのよね。ばらまいたからな、一点読みじゃないですからね。さっきね、もう告白するけど、外れた時あったじゃないですか、闘技場で。お、ベル来た、闘技場、80枚、まあまあそうだね。闘技場で外れた時ね、叫んだ瞬間立ちくらみしたよ、めっちゃ。なんか立ってないのに、立ってないのに立ちくらみだから、もうかじくらみですよ、かじくらみ。もうびっくりしたわ、死ぬんちゃうかな、ほんとこんなカジノで命失うとこでしたよ、危なかったですよ、ほんとに。命まで持ってかれるわ、こんなもん。魂抜けそうになりましたね。いや、これいつか7は当たるわ。まあ当たり前やけど当たり前やけど、それが10年後ということも可能やということなんですけどね。7も当たるし、割とベルとかも、ほらベル来た、ベル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 とかも来るな。ベル4連来たら50やから500枚か。まあ知れてるな。まあもちろんそれはやっぱ子役扱いかな、7を狙うためのみたいな感じですかね。なんていうか、お助けみたいな。化けとかもほら揃いそうな、よしよしよし、揃いそうな雰囲気でしょ。これ設定悪くない、これ。本当にこの台設定悪くない、沼の方が悪いぐらい。子役が出てるしね。ただ7が全然ちらつかんなってきたな、これ。熱いな、7、4連とか開幕でテンパることとかあんのかな、現実問題として。完全ランダムに見えるのよね、そのリール制御をされてるようには見えないですよね。でもされてんのかな。7、7、赤、もう完全に行き過ぎた。うわ、でも熱い、うわ熱い熱い熱い、めっちゃ熱いやん、熱いな。完全ランダムやとしたらチャンスはめちゃくちゃあるんですよ。完全ランダムの方が嬉しいですよ、本当に。7、7、7、7、7、7、来ないね。あ、まあでもほら、もうまあ実質テンパイと言えますからね、今のとかも実質はテンパイと言えますから。はい、チェリーチェリー、7、うんうん、チェリーすげえ出るな。チェリー5連でやっと20か、全然意味ないな。やっぱ7じゃないとね、7っていうか絵柄じゃないと結構厳しい。チェリーでは正直、まあ、腹の足しにはなりませんわな。7、あかん、7が行き過ぎだ。ベル、じわじわ削られてる。これ期待値的マイナスなんかな。いや、まあ7引かんかったら無理ってことか。バケ、うわ惜しい、バーでも200やから2000やからね。あ、違う、20やから200か、3連で。7、あかん、もう、希望、夢も希望もないな、もう今の。うわ、惜しい、今のも開幕で、もうテンパイというか一コマっすやん。惜し、惜し、リズメ、リズメ、リズメ。いや、これリズメよ。いや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 。え、真ん中のリール、7、3つある。ように見えるな。いや、熱いわ。これ絶対7当たりやすいようになってんねんで、これ。いや、でも残り20やで。いや、ちょっと約束の1000でちょっと止めます、これ。ポーカーがある賭博場がまた見つかると俺思うんで、
それまでちょっと温存かな。ほんまもうインチキやろう。インチ、こんなインチキの店はもうほんまもう、できになるまでここ、どついてるかな、ほんま。ああ、くそー。ということで、泣きながら退店。はい、カジノリベンジ編パート1終了となります。はい、皆さん見ていただいてありがとうございました。